こんにちは、ゲーテンの花初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ゲーテンの花、はい、今言った方があの方ですよね。さあ、話が進みまして、第3話なんですが、まだ、まあ、前回いろいろありましてびっくりしてるところで、おそらくイベントを今ね進めていくことになると思いますが、まあちょっとびっくりな展開が続くと思いますので、こちらも心して物語が進むのを見ていきたいかなと思います。あ、なお、あの前回ちょっといろいろ言葉足らずでちょっと説明不足だったかもしれませんが、あのゲームオーバーになったらまたやり直します。それはあの リロードはしないっていうのは、あのちょっとした選択肢のミスでもったいないなとか、効率もっと良くなるんじゃないのとか、そういった場合はロードしないっていうだけで、うん、あの話が終わっちゃったらもうそこで実況終了ですから、一応あのゲームが終わるまではやるつもりですので、あのゲームオーバーになったらそれはそれとして、あの別世界に跳躍しますのでよろしくお願いします。さあ、歌う。おはようございます、姫様。姫様も歌会に参加されると光秀様に伺っておりますが。え、そうだったっけ。そうだよ、そうか、我々サイドは知ってるけど、光秀さんがさ前回歌会明日って言ってたから、ゆい子忘れてたのね。歌会って今日だったの。信之様の件でそれどころじゃなくなりそうだけれど。姫様、どうかされましたか。ここで動揺しちゃいけないよ。まさかお加減でも。歌会は不参加と光秀様にお伝えいたしましょうか。今回は多分ドラマパートだと思うんで、ずっとイベントを見て楽しむって会だと思うんで、すごい楽しみ、ワクワクなんだけど、そのつもりでいますいえ、大丈夫です。兄様がおっしゃっていたのなら早速向かいますね。昨夜の光秀殿の態度もどこかおかしかったし、何かわかるかもしれない。また変化とかやめてよ、わかんないからあ、道枝殿。え、どうした。ようこそ、信長様、信行様。お二人ともいらしていただけるとは光栄の限りでございます。良い歌を期待しているぞ、光秀。確か楽しませてくれるとの話だったな。ええ、もちろんです。今日はよろしくお願いいたします。あ、おや、信行様、どうかなさいましたか。あ、いいえ、失礼しました。光秀殿、今日はお招きありがとうございます。見れば早々たる顔ぶれ、これは期待せずにはいられません。ええ、ぜひお楽しみください。兄様。ああ、卑怯、ようやく来たか。どういうことですか。なぜ信行様と。しいいから、君も黙って歌会に参加しなさい。いや、分かっちゃうとすごい気まずくなる。そういうことよくあるよね、実生活でも。秘密が分かっちゃった後にさ、何食わぬ顔で相手と接するのすごくやりにくい。下手なことを言わないと約束できるなら、無理に歌を読ませないからね。歌読ませるつもりだったの。歌の全く学識ないでしょ、ゆげこちゃん。ああ、そろそろ始まる頃合いか。私たちも行くよ。うぐいすの声や、あくるを待ちぬらん。おさすが家康殿ですね。いやー、家康殿の歌は情緒があっていいですな。泣くまで待とうの歌をね、ちょっと綺麗に歌ったんでしょうね
おーっていいね、面白いね。ちょっとそういうとこ拾っていくこの作品いいですね。いえ、そんな。秀吉殿の歌も温かみがあって素晴らしいかと、うん、ウグイスの声や泣かせて見せぬらんみたいな歌だな。どちらも良い歌い手ということで良いではありませんか。しかし光秀殿が歌会を早めたのも納得がいきました。皆で分かち合う憩いの時、今こそ必要でしょうから。兄上もそう思われませんか。ああ、くせ者騒動で張り詰めた城内の空気を和らげる気遣い、良い働きだ光秀。もったいなきお言葉。褒められた。光秀殿といい、秀吉殿といい、兄上は良い進化をお持ちですね。織田軍も安泰です。良い部下をお持ちのようですねって言った時にさ、胸を張ったねえ、あのシーン思い出すねって言っただけで、銀英伝のどのシーンか分かりますか。これクイズ出しときましょう。はい、胸を張ったのは誰でしょう。いえ、そう褒められると照れちまいますな。みんな信長様の天下のために名を連ねるだけですよ。ああ、いいことを言いましたね秀吉。ん？信長様、今から歌を連ねるレンガなどいかがでしょう。レンガ、さあ流行しましたこのレンガ。百人とまではいかずとも、河川か半河川ならば日が暮れる前に終わりましょう。百人、レンガ徘徊の一つの形式。北区から局までの一巻が百区もあるもの。レンガ徘徊の形式の一つで36巻なるものが河川、36河川にちなんだ名称。初表6区、道裏12区、名残表12区、道裏6区からなの。知らない読み方も知らない。へえ、長いね。半河川、徘徊の一つの形式、河川の上半分の18区で完結するものということで、まあみんなでね、みんなで句を作って作って関連させて一つのすごい歌にしようっていう、うん、そういう大喜利です。構わん。ではまずは信長様から。いや、形式謎に従わんでもいい。北は貴様が作れ、世を楽しませよ。尽力いたします。光秀殿は歌の名手、どのような歌を詠むのでしょう。はい、楽しみですね。では行ってみよう。時は今、雨がしたしるさつきかな。おい道枝殿、時は今、雨がしたしるさつきかなという道枝のホック。時氏の流れを組む明智光秀が今から天下を治めるという解釈も可能であるって、その通りで。時は今、天がね、天がした、天がを知る、そしてさつき今であると飛ばしすぎじゃないか。で、時のさらに元が意識なんだよね。違う、そうだよね。で、意識の元が足利で、足利の元は源氏だから、うん、明智さんは源氏の末裔ということが言えるんだよ。え、水を打ったように静かになってしまった。何か問題でもあったの？
歌の意味は。味わい深い歌だな、光秀。ええ、信長殿が天下を取られる、まさに今がその時ということですね。もう分かってない家康さんだけど、家康さんの腹黒さはここでも発揮されているとすれば、あえて分かってて言ってそうな気がするとぼけて。さすがは光秀殿、勇壮でありながらどこかみやびやかにも聞こえました。家康殿は信行殿は褒めているけど、他の参加者は居心地が悪そう。みんな信長様の様子を伺っているようだけど。光秀の次はそこの者、続けろ。私がでございますか。そうですな。いや、半河川のつもりがつい盛り上がって河川になっちまいましたね。じゃ続いたんだね。どれも思わずうなずいてしまうような素晴らしい歌ばかりでしたから。なかなか楽しませてもらった。桔梗が一句も読まなかったのは不満だがな。読めないもんね、わかんないもん。素養がないんです。申し訳ありません、妹は歌が苦手でして。これほどの歌い手の中で恥をかかせるのはかわいそうかと。ちょっと話がそれてまた申し訳ないんですけど、そう、歌とかレンガとかっていわゆる、まあ、公家の文化、貴族の文化であって、ね、それがね、武家の中でももちろん流行って浸透していくけど、よく昔のね、今川義元とか大内義隆みたいなね、奥家さんみたいなものにハマっちゃってさ、それでなんか顔におしろい塗ったりおはぐろしたりしてね、馬じゃなくて腰に乗ったりする姿がなんか軟弱だとか分弱だとか言われて、それすごい、それがすごい悪叩きされてますけど、あれ実は全く逆なんですよね。おはぐろとかそもそもそう公家みたいな格好をするっていうことは、それが認められてるぐらい価格が高いって意味であって、戦場で腰に乗るのもこれも許された家紋のでないと腰に乗れないから、だから義元が馬に乗れないから腰に乗ったっていうよく言われてますけど、あれ実は腰に乗れてるって時点でそれだけ自分がすごい価格なんだっていうことを示せるだけの地位を得てるっていう意味なんですよね。だからレンガや灰、レンガの 歌とかそういう宮古文化にすごいその対しての素養があるっていうのも、それはその家あるいはその人の素養がとても高いっていう意味で褒めるべきであってね、なんか武士がこういうことやってると軟弱ってよく評価されますけど、それは見直されなきゃいけないですよね。むしろ歌も読めない武者はもうこの時代も、ね、どこの田舎武者だっていう、バカにされる対象だと思う、価格も低いと思われる。ちょっと話脱線しましたが、ええ、今日は皆様の流れるようなレンガを聞き学ばせていただきました。では桔梗、私は信長様をお送りしてくるよ。参りましょう信長様。てしまった。ん？歌会に参加していた人たち、何か深刻そうな話をしているようだけど。しかし先ほどの光秀殿の歌には驚きましたな。信長様と信行様が取りなしたからまだ良かったものの、あの場に蘭丸がいたら切りかかっていたかもしれません。蘭丸くん呼ばれなかったんだ。切りかかって、どうして、そんな。時は今でしたか。光秀殿は時氏の一族のはず。清和源氏頼光流の末裔で、時軍を根拠地とした美濃の国の豪族明智氏はこの流れを組むそうです。頼光だから義頼の三男の家系だよね。吉織だね。吉織の三男の末裔。まあまあまあ名家です、非常に。
今こそ天下を時のものに、天を我がものにするという意味にも取れますな。やはりそう解釈されましたか。なんと恐ろしい。頼光次男だっけ。いや三男でいいと思う、まあ、どっちでもいいです。少なくとも義家長男の家系ではないですけど、以上。光秀殿が天下を我が物に。姫、こんなところでどうしたんですか。信行様、そういうね、家柄だけの勝負で言えば織田家なんてね、時氏の下の下の下なんですよね。ああ、光秀殿の発掘について噂されているのを聞かれたのですね。ええ、兄様は歌が得意ですのに、あのように言われてしまうとは。一体あの歌にはどのような意味が、ととぼけている。時は今、雨が舌知る、さつきかな。兄上がおっしゃる通り、味わい深い歌ですよ。ただ、聞く者によってはいかようにも解釈できるというだけでね。姫なら、もしかして何か知っていたりするのかな。いやもうあのシーン見ちゃった後に信行さんのこういう言葉を聞くとね、本当に探りを入れられてる感じがして怖いですね。何のことでしょうか。うん、とぼけよ。いえ、わからなければ結構。では、僕もこの辺で失礼します。信行様、光秀殿の思惑を探ろうとしている。私だって知りたい。光秀殿はなぜあのような歌を皆の前で読んだのか。逆に考えればだよね、逆に考えればですよね、あそこまで挑発的な、もう完全に天下を、下克上で信長の天下を自分が奪おうとしているという野心が込められた歌をあえてあの場で読んだっていうところに意味があるよね。むしろあの場で読んだからこそ手打ちにされないぐらいの、うん、だよね。だからこれ ひそかにね、こういう歌を、ね、どっかの、ね、非公式な、ね、酒の場で言ってたよ、歌ってたよみたいに言われた方がよっぽど危険ですからね。あんな公式の場でわざわざ言ったってことは、やはり光秀殿には意図がある。おそらく他の二心を持っている誰かをあぶり出そうとしてるな、と思われます。だから今信行さんが動き始めてるんだもんね。現に信行様の、あ、じゃ信長様の天下を来賛するため、それとも光秀殿に伺わなくては。伺おう。兄様、いらっしゃいますか。あら、姫様、光秀様でしたらまだ戻られてませんわ。ね、本当に地球共同の最後の残党をあぶり出そうとするオーベルシュタインのようなね、そんな感じが。歌会の後、信長様に連れられ天守へ向かったとのこと。なんか言われてるのかな。二度の捕り物を称して褒美を賜るのではと屋敷内は浮き立っておりますわ。これは面白いぞ。これはどうする。ゆげ子、見に行けるの。ゆげ子、そうでしたか、わかりました。ミスエドの一体何をお考えなのだろう。信行様の件を報告してからどこか様子がおかしいような。天使でどんな話をしてくるのか、様子を伺いに行ってみよう。行っちゃう。あ、天使の前に人だかりが。その話は誠ですか。光秀殿がそのような歌を。ああ、聞かれちゃった。噂が広まるっていうのは早いですね。ええ、歌会を終えてからはその噂で持ちきりですよ。光秀殿に二心はありとね。二心あり、味方や主君に背く心、裏切りを企んでいる心を二心と言うんですって。三つ目の心は一体どんな心なんでしょうか。ああ、やはり
あのような歌を読んだせいで皆光秀殿に本意があるのではと疑っている。だというのに信長様はこたびの蛍見の宴の教王役を光秀殿に任されるとのこと。来ましたね、教王役。教王役やってきましたよ。一体なぜ信長様は光秀殿をご信任されて。こやつはくせ者を捕らえた。しかも一度でなく二度な。信任して当然だろう。言葉ではなく目に見えた形で結果を残しているのだからな。そうね、信賞必罰か。こうあるものは勝す、うん、疑いを持ってとこうあるものを不当に遇してはかえってよくないと。たとえあんな歌を読んだとしてもだね。私には過ぎた言葉です。引き続き励めではな。お待ちください信長様。やれやれ、慌ただしいね。なんてお甘いのだ。そのくせ者すらご信頼を得る策のうちかもしれぬというのに。どうかなさいましたか。まさか信長様のご判断に思うところでも。さあ、完全な正論だ、ね、確かにね。もう全部銀英伝と絡めるよ、ここから。あのね、確かにロイエンタールがさ、オブリシュタインに言ってるようにね、これをこのこれあえてオブリシュタインが仕組んだ策だとしても俺は驚かぬ、みんな言ってるけど。でそれに対して道秀さんは、ね、これは信長様の判断だ、今回道秀さんが称されて、でさらに重要な役を仰せつかるというのも、これは主君である信長様の決定したことだ、あなたはそれに異論があるというのですか、というね、主君を重ねきて、あの相手の異論を封じるというね、まあ、正論によって封じるという、これもまたオーベルシュタインの手だよね。いや、何でもありません。おや、やあ、桔梗、どこかへ行くところだったかな。いえ、その探りを入れに来ました。兄様のお迎えをちょっと、いかん、気が動転してる。兄様をお迎えに上がりました。おや、これはこれは、なんと仲睦まじいご兄弟か。兄様、今日のご用はくせ者の件ですか。まあね、ありがたいことに褒美をいただいたけれど、褒美の話もそこそこに、その後長々と任務を命じられた。当月の末に信長様が京に出立されるから、細々と準備が必要でね。ホタル狩りで聞いた話と同じ。信長様のご上洛と合わせて、秀吉は中国地方への侵攻を再開し、家康殿も三河へ帰るらしい、うん、慌ただしいことこの上ないけれど、私には蛍見の宴の教王役が任じられた。なるほどね、そういう教養役になるわけね、この世界では。蛍見の宴、何でも信長様の思いつきらしい。夜庭園に蛍を放った後、幽玄な風情を楽しむ大宴会とのこと。出た、もう私のハンドルネーム来たね、恥ずかしいね。もうまさにそのとこ、これが理由なんだよね、こういう人間になりたいと思って。はい、風情はこれでいいですね。慣れませんでした。少し前であれば屋外での宴はあまりに危ないと反対者多数だったはずだけれど、くせ者が捕まった途端に気が緩み始めたようでね、すんなり決まったよ。あら、これは昨今の情勢を、リアルの情勢をちょっと反映しているお言葉にも聞こえますね、うん、身を引き締めていかないとね。
さて、屋敷に着くよ。ああ、そうそう。夕げの後、私の部屋に来なさい。君にも任務の話があるから。来ましたね、任務の話。もうずっともうドラマパート見てたいぐらいなんですけど、やはり任務はやらなきゃいけないんですね。ところで、信之様の件はまだ誰にも話していないのですか？話すわけないでしょ。やれやれ、任務の話だと言ったのに、開口一番それかい。いいかな、信之様の件は私たちだけの秘密だ。大事なお仲間なのだからね。あの、どうした？動機がするぞ、大丈夫？まさかこの望みを実行に移せるとはね。あ、ついにやっぱり光秀様、不穏なことを言い出したよ。みんな不穏なことをやり出す。織田家天正10年、大丈夫か？光秀殿の望みとは？卑怯。私が欲するのは織田信長の命。は、上洛前の宴とあれば、さしもの信長様も気を緩めるはず。最高の狙い目だと思わないかい？卑怯、君を雇ってじきに一月になる。これが最後の任務だ。蛍見の宴で殺しなさい、織田信長をね。ご冗談でしょ、光秀殿。冗談でこんなことを言うとでも？私はもうずっと信長様を亡き者にしたいと思っていた。お上を風下に置き、己こそが世の頂に立つとほざくあの不敬な男を。言葉通りとしたらこれが理由の一つであったと言われているっていうことですね。やっぱり自分も価格があり、今日に近い人間にとって信長っていうのは単なる田舎者で、そんな彼がね、天下風だとか言ってるのが気に食わない、だから打とうっていう考えは割と説得力が実はある。お上、お上といえば帝しかおられないでしょうに。時の血筋を登った先に追わす日の本唯一のお方だ。信長様は恐れ多くも朝廷の計らいを無下になさった。お上を足下にしたのだよ。三色の任官問題が引き金になったという筋書きですかね、このゲームでは。あ、三色の、あ、三色の。君という忍びがいて協力者も見つかった。この機会を逃すものか。信之様は必ず尻拭いをお引き受けくださるだろう。今日の歌会で私の本意はお分かりいただけたはずだからね。そうか、そうか、この世界では信之さんが生きてるんだもんね。そして信長さんはおそらく独身。ちょっと甘先言うのも無粋だけど、言っちゃうとね、予想としては信長様を撃った後、同じ、実は同じ考え、同じ保守派の信之さんと手を組んで、後を信之さんが継いで、光秀さんがそのブレーン的な役割に収まるという、そういう筋書きか。あとははっきりと暗殺の意をお伝えするだけ。早いところ文を書かないと。
で信行さんにも信長様に対するそういう本意があることを今回知って、これは利用できると思ったわけですね。ほや、言葉も出ないみたいだね。ま、歴史に残る大仕事だ。無理もないか。けれど、観念して務めなさい。失敗したら無論、君には死んでもらう。やだ、鳥になって逃げる。いや、私も君も信長様の手で一刀両断かな。やだ、鳥になって逃げる。光秀殿、何かな。本気で信長様を殺めようとおっしゃるのですか。先ほどからそう言っているつもりだけれど。ですが、信長様は光秀殿の大切な主で。それがどうしたかな。それがどうしたって言われちゃった。あってんぼろ、これ言われちゃったらね、反論できない。銀円でリスペクトなのかな、この作品も。この戦乱の世の中で真が主を退けることなんて多々あるだろう。それはありますけど、なぜかつての私の主君らが私を疎んだのか、前に教えてあげたはずだよ。反骨の層あり、頭の後ろに出っ張りがあるんですか、義援みたいに。もちろん覚えています。信長様はそれでも光秀殿を臣下として迎え入れられたことも。さすがの信長様でも配下の登用では過ちを犯すということだろうね。過ちではありません。私が見てきた光秀殿は信長のために信長様のために力の限り尽くしていらっしゃいました。なのになぜ。君は何かを強く欲したことはあるかい。え、物でも人でも何でもいい、欲しいものはあるかい。それは私にはある。この身を投げ打ってでも欲しいものがね。それを手に入れるためなら私は何だってする。信長様を殺めてでも、主を討ってでも、天下を欲するとおっしゃるのですか。天下は治めるべき者の手に、朝廷の手にあるべきだ。なるほど。いや、光秀さんが言っている言葉通り だとしたら見えましたね、見えてきましたね、光秀さんのこの作品での考えが。なるほど。そのために信長様が武を使われるならまだしも、天下を我が物にするためなど、だここで少し分かってきた。途中までで、要するに信長様に仕えていたのは、まあ、史実でもそうだったかもしれないけど、もともと光秀さんは、まあ、よく分かってないけど、まあ、幕府の臣であった可能性があってね。だそれでもともと信長の上洛と、ね、あの足利あの流浪の義明との、あるいは朝廷との、あのパイプ役を務めていくうちに信長の配下になっていったっていういきさつがあるので、まあ、光秀様としては、資産としてはその信長を逆にね、信長を利用して幕府や朝廷の権威を回復していこうっていう目論みがあったんだけども、もうそれどころか信長さん自身が天下を取ろうと動き出したから、もはや見限ろうという考えに至ったっていう、そういう流れですかね今回は。許されるはずがない。いいかい、京へと登り、これ以上無礼を働く前にあの男を殺める。さあ再び言われました、これをやれと。さあいうところで、ちょっと切り良くないかもしれませんが、時間がだいぶ過ぎてしまったので今回はここまでで終わりとしたいと思います。さあ光秀さんの野望というよりも、光秀さんにとっての夢というか目的が垣間見えてきた。その目的達成のためにことを起こそうとしているという
まさにその状況ですが、続きになりますが、もう少しね、次回見ていきましょう。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、失礼します。